私は池田桃です、日本人なんですが、このマーゲートに1ヶ月間英語を勉強しに留学しに来ました。どうしてこのマーゲートを選んだかというと、マーゲートには日本人がほとんどいないと聞いていたので、自分にとっていい環境で勉強できるんじゃないかなと思っていたんですが、学校に来てみたら本当に一人も日本人がいなくて、街中でも日本語を聞くことが全然なくて、最初はすごい戸惑ったんですが、すごいいい環境で勉強できたんじゃないかなと思います。ホストファミリーについてなんですが、すごい最初はちょっと不安とか、1ヶ月間一緒に暮らすっていうことについて不安もあったんですが、ホストファミリーがすごくよくしてくださって、彼らが飼っている馬に乗せてもらったりとか、一緒に映画を見たりとか、あとはケーキを食べたりとか、すごく楽しい生活が1ヶ月間できました。学校のソーシャルプログラムについては、ケンブリッジとか、オックスフォード、ロンドン、カンタベリー、あとは、ラムズゲートっていう場所に、観光名所に行ったりして、そういう機会をたくさん提供してくれたので、すごく良かったと思います。それ以外のこの街の魅力については、すごく海が近いので、有名なのフィッシュ&チップスとかが美味しかったり、あとは、クイーンが訪れたというカップケーキカフェもあるので、すごくおすすめなので、もしマーゲートに興味がある方はここで勉強してみたらいいんじゃないかなと思います。